お元気ですか？谷村新司です。毎月の最終日、昔の呼び方すると、1月も2月も3月も、最終日のことを都合盛りと言います。みそかと言います。そして、1年の最後の1日を大都合盛り。これ、一般的には大みそかと言います。このラジテレ、ちょうどこの放送をするタイミングで大晦日になってるっていうのもなんかちょっと嬉しい縁を感じたりしますよね。この大都合盛大晦日、来たる新しい年への気持ちも新たに、皆さんいろんな準備をしているかと思います。順調に準備は終わりましたか？もう気がつくとあっという間に年が明けますよという。さあ、今年も締めくくりのラジテレです。あなたと一緒にゆったりとゆっくりといつものように始めてまいりましょう。さて、今日のテーマは大晦日。ちょうどこの金曜日が大晦日になるっていうのもなんかラジテレ持ってるなと僕は思ったりしますけどもね。この大晦日のこの時間に、これを見て聞いてくださってる方がいるという、その縁を、すごく嬉しいなと思っております。さて、去年に引き続いて今年も、コロナで明けてコロナで暮れていきそうな感じがなっておりますね。オミクロン株一色に今、ニュースはなっておりますけれども、なんかこう今までとちょっと違った感覚で、年の終わりを皆さん感じてらっしゃるかなと思います。このコロナ禍の中で過ぎた、この2年間あたりっていうのはもう人生の中で空白だったような、感じがするっていう方も多いかもわかりませんが、反対に、このおかげで新しい何かに気づくことができた、新しい何かを発見することができたっていう方も、結構多いんじゃないかなと思っております。よく僕は色紙に何か一言書いてくださいって言われるときにこういろいろ悩むんですけども、ぜひこうこれを読んで元気になってもらいたいと思うんで、向かい風の中でこそチャンスは見つけられるって、そんな文章をよく書くんです。